とかも 電車でも寝たしさ、お家に帰る車の中でも寝て、でそっからもう荷物投げ捨てて 言い方投げ捨ててベッドで寝てた今まで。投げ捨てました。こんばんは、ありがとうございます、ギフト。ありがとう、こんばんは。そう、投げ捨てて、あと今日持って帰ってきました、生誕グッズ。無事に持って帰ってこれました。こんばんは。ギフトありがとうございます、ありがとう。そう、もうめっちゃ寝てた、危ない、よかった。でもこの時間に目覚めて、危なかった、このまま寝ちゃうとこだった。結構全然寝れそうだったから、ありがとうございます。ミラーボールが、ありがとう。こんばんは。しかもクーラーとかつけずに寝ちゃっててさ、めっちゃ暑かった。さっきつけたけど、こんばんは、こんばんは。今日も踊ってきましたよ。でも踊るの2日ぶり、2日間ぶりだった。2日間リハなかったから、多分この期間の2日リハがないって結構珍しめだから、久しぶりに踊ってるって感じした。こんばんは。すごい、なんか顔めっちゃむくない？やば、顔パンパンなんですけど。こんばんは。声の感じが寝起きすぎてウケる。リアルをお届けしすぎてますね、ちょっと。私さ、なんかさ、昨日の朝さ、足つって起きたんですよ。昨日ね、今日じゃなくて。そっからずっとさ痛くて、ふくらはぎが。そう、めっちゃ痛くて、今日も踊っててさ、痛いなと思いながら。どうにかならないですかね、これ。めっちゃ痛いんですけど。私しかもさ、足つるとき大体右足なんですけど、右のふくらはぎが絶対につるんですけど、つるときって。そう、めっちゃ今回も痛くて。そう、今回もすごい痛くて、けどもう声に出せないからさ、痛いみたいな。
早く治んないかな。めちゃめちゃ痛い。そう、上の方が痛いです今。なんかもう膝のすぐ下みたいなとこ。めちゃめちゃ痛いの。水分不足絶対そうだってさ、リハがある時ってさ絶対水飲むからさ、このリハがなかった金曜日土曜日の水分足りてないのが出ちゃってるよね。痛い。しかも踊ってても痛いから集中できないんだよね。私なんかさ、見かけはさ、なんかさ足別に何にもなってない人みたいな見た目してるから余計になんかさ、めっちゃ手抜いてるやつみたいになってて気まずい。そう、全然踊れるのにさ、そう踊るとさ、あと階段がめっちゃしんどくて、今日なんか階段降りるのめっちゃ痛くて、めっちゃ時間かかった、階段降りるの。お酒飲んだ後よくつる。お酒飲んだ後によくつるって何なんですかね。だって水分取ってるじゃんね。塩分も取らなきゃってこと。こんばんは。ああそういうこと、喉乾くんだ。うん、脱水起こす。なるほどね。こんばんは。早くなりますよね。ね、本当に早くなってほしい。痛い。集中できない、踊りにちらついて痛いのが。こんばんは。ギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。お腹すいたな。整体とか行ってみるのもあり。私ほんと整体とかさ、そういうマッサージ系とか行ったことなくて。そう、行ったことないんだよね。やっぱ行ってみようかな、もう21になるし。そう、21になるし行ってみようか。夜ご飯食べてない感じ。いや、何時だろうな、14時15時ぐらい、違う、14時半とかそれくらいにお弁当食べて、そこからどら焼き一つ食べて、そこから食べてないかな。でもどら焼き食べたのが18時とかなんで、そこから食べてないけど、食べるのはもう別にいいかなって感じ。お腹は空いてるけど。ありがとう、ギフトありがとうございます。あんこ入ってないやつです。私あんこあんまね、どら焼きに入ってるあんこあんま好きじゃないんだよね。和菓子のあんこは好きなんだけどね、まんじゅうとか。どら焼きはちょっと話が変わってくるんですけど、そう、今日抹茶にしたから入ってないようにしました。そう、そこから食べてないのでちょっとお腹が空いてきたんだけど、もうこんな時間だし遅いからね、食べたとてって感じだから、ちょっとこのままもう一回寝ちゃいたいですね。
おはぎとか食べれない。え、食べれない。どっちも無理かも。きな粉も無理。嫌いって言われて泣いてる。ああ、それはちょっと別です。うん、別です。おしるこ好きじゃない好きじゃないし、小倉トーストも食べれなくはないけど好まないかな。うん、こしあんならいけんだけどね。つぶあんだとちょっと苦手です。え、若い人ってそうじゃない逆になんかおじいちゃんとかおばあちゃんってつぶあん好きなイメージなんだけど、こしあんはさ若い子は好きって言うよね。そんなことない勝手なイメージ。そう、若い人はこしあん若者はこしあんを選んで。わかるよ。え、わかりません？あるよね。こんばんは。なんかその粒あんのなんか皮が残ってる感じが好きじゃなくて、だから赤飯も食べれないですね。赤飯もなんかあんま良さが分かんないな。こんばんは、ありがとうございます。ギフトありがとう。赤飯もち米が美味しい。あー、それはもう私お米、もち米とかあんま好きじゃないもんな。なんかちょっと硬いぐらいが好き。赤飯ダメ。なんかさ赤飯のおにぎりとかあるじゃん。誰だっけな、メンバーが結構買ってるとこ見るんだけど、私は選ばんなと思いながら見てる私選ばないなって思いながら。炊き込みご飯大好きです。給食とかでもなんか給食の学校の給食の白ご飯ってあんま好きじゃなかったけど、五目ご飯は大好きでしたね。あとわかめご飯とかなんかが入ってるご飯好きだったな。お餅、お餅好きだよ。でもお餅ってさ、お餅1個で お茶碗1杯分っていうじゃん。だからそれ冷静になって考えた時に、え、やばくないと思って、何年か前からめっちゃちゃんと個数決めて生きてるけど、本当は10個くらい食べたいですそう、最近は本当に毎年3個までとかっていう決めてるんだけど、本当は10個くらい食べたいよね。そう、お雑煮なんてさ1個じゃ足りないじゃないですか。 3,4 ぐらい欲しくない？お雑煮、1回のお雑煮で。ずんだも厳しそう。あー、ずんだもちゃんね、あんまり好きじゃないかな。毎年年始に餅我慢してる話してるしてるね。そう、今年も我慢。こんばんは。何つけて食べる？醤油だな。一番はお雑煮が好きなんですけど、醤油が好き。醤油が好きですね。
こんばんは。愛知のお雑煮ってどんな感じ？確かに地域性あるよね、お雑煮って。でも私が知ってるお雑煮は本当にシンプル、なんかだし。だしです。こんばんは。なんかだし何入れてんだろう、見たことないな。けど毎年の年始の楽しみはもう私お雑煮です。まあなんか年始に食べるから美味しいみたいなのもあるけど、全然今食べたいと思う、食べたい気持ちにさせれる。全然今食べたい思考にもできますっていうぐらいには好きです、お雑煮。年始は栗きんとんしか買ったんだよ。ああ、栗きんとんね。なんか栗きんとんはあれが好き、栗が入ってると食べれない。あのなんていうの、こしあんみたいになっててほしい。そういう栗きんとんが好きです。なんか栗のさ、そのさ1個入ってるとかあるじゃん。そう、それは食べれないけど、そう形になってるものは食べれないけど、こしあんみたいなんかペースト状っていうの、なんかああいうのだったらいける。食べたい栗きんとん。砕いた栗もダメ。うん、なんか食感が残ってるのが嫌かもしれん。キントンやないか。じゃあキントンが好きってことですね。モンブランもダメ。モンブランは上に乗ってる栗は別にいらないって感じだけど、そんな感じ。どういう感じ？そんな感じってどういう感じ？そう、今の時期だから栗よりさつまいもって感じですね、私の中では。栗ご飯もダメか。確かに栗よりさつまいもだな。むずいな。ほぼ一緒みたいなとこあるけどね。一緒ではないか。でもなんか栗とさつまいもって割となんかどっちも好きみたいな人多いイメージだけど、私はさつまいもの方がもうこれぐらい違うか、好き度が。石焼き芋の車走ってた。うわー、もう秋やん。でそういう石焼き芋の車の焼き芋食べたことない。食べたい。石焼き芋いいね。冬、なんかもう冬って感じですね。秋冬って感じ。食べたいな。田舎ではよく走ってます。いいね、なんかそういうのいいよね。こんばんは。
走ってるの止めるの気使っちゃできない。それ一生食べれんくない、その石焼き芋。食べたくても食べれないじゃん、ダメやん、ダメじゃないですか、それ食べれないじゃん、一生食べたいと思っても食べれないじゃん。焼き芋ってドンキでめっちゃ似合う。そう、なんかドンキの焼き芋ってめっちゃ美味しいって聞いたことがあって、しかも3年4年ぐらい前、けど一回も買ったことないの。今年買ってみようかな。ドンキの焼き芋ってすごい美味しいらしいよ、誰かから聞いた、めっちゃ美味しいんだって。買ってみよう。でも毎回忘れちゃうんだよね、ドンキに。まあ、ドンキに行くこともあんまないけど、めっちゃ美味しいって聞いたことある。そのサンシャイン栄からすぐ出てあるのにね、ドンキ行くと毎回忘れちゃう。しかもなんかレジさ、レジ横みたいな、なんかさ結構わかりやすいところに売ってるよね。レジ横は嘘、なんかでもわかりやすいところに売ってる気がする。劇場前のドンキ行ったことないな。行ったことない、行ったことないは嘘だけど行かないな。こんばんは。地味にスキンケア用品揃ってていい。どこのドンキだっけな、福岡だ。そう、福岡のドンキでめっちゃ見てた、それみんなで。え、品揃え良すぎんみたいな。いや絶対名古屋と変わんないんだけど、変わんないんだけどっていうか、ドンキってどこも同じような風景してるじゃないですか。けどなんかやっぱさ、なんか違って見えるよね。そう、でも福岡のドンキ行きましたよ。去年も行ってて、3年連続福岡行ったんだけど、夏にね。毎年行きました、ドンキ。なんやかんやで。別になんか買うわけじゃないんだよ。なんか買うわけじゃないんだけど、とりあえず行っとくみたいな。そう、っていうノリで行った、今年も。なんか買ったかな？あんま覚えてないけど。まあ、ドンキ行けば何でもあるじゃないですか。そう、何かしらあるからさ。行きました。九州醤油のポテチとかじゃがりこ買ってた。食べなかった。買ってない。今年本当にさ、明太子と、あと何買ったかなぐらい、あんま買わなかったな。なんか3年連続だったっていうのもあるけど、なんか何買えばいいか分かんなくて、あんま買わなかった。あー、通りもん買ったな。
通りは分かったかも。でも本当にそれくらい、通りもんと、通りもんと明太子くらい。三日月買えなかったって。私あんまねクロワッサン好きじゃないんですよね。そう、あんま好んで食べないんだけど、食べたいなって時はあるけど、多分その時は食べたくなかったのかな、買わなかったです。差し入れの三日月も食べてない。そう、差し入れですごいいっぱい山積みになってたやつも結局食べてないです。足がかゆい。こんばんは、ギフトありがとうございます。ありがとう。むっちゃんまんじゅうは、むっちゃんまんじゅうは食べました、食べました。むっちゃんまんじゅうはその日の朝ごはんに食べた、あ、ライブ当日の。でも3年連続行ってる、行ってて初めて食べた、美味しかったです、とっても美味しかった。そう、ゆっくり行きたいんだよね福岡。毎年せか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 してさ、そう、なんかちょっと遅めに着いてさ、で次の日はライブでしょ、でもうその次の日の朝には帰っちゃうからさ、そう、なんかあんまさ楽しめてないんだよね毎年。初めて行った年はさ、結構なんかコロナみたいな感じだったから、まあ、そこまでうんって感じだったし、去年でもあれかな、去年今年は割となんかあれだったけど、なんか普通にお昼ぐらいから行きたい。そう、着くのが夜なんだよね毎年。福岡行きたいとこいっぱいある。でもなんか土地勘が分かんないからすごいなんか分かんない、なんとも言えないけど、観光的なことできてない、できない、そうです、やってないです。屋台のラーメン屋行った話好き。今年も行きましたよ、美味しかった。美味しかった。いいね、屋台のラーメン食べたいですね。おでんも美味しかったしね、あとあれも美味しかった、卵焼き、卵焼きも美味しかった。卵焼きなんてさ絶対名古屋にもあるのにさ言っちゃダメだけど、こういうの、そう、でもさ美味しかった前髪切った、切りましたよ、ちょっと切りましたよ、ちょっと切りました。いつ切ったかな、昨日かな、とか忘れちゃったけど切りました。こんばんは、
地で有名な卵焼き、え、だから築地行ってみたいな。もう全部食のことしか考えてなさすぎて、築地行ってみたい。築地、こんばんは。海鮮好きだもんね。うん、大好き。行きたい。名古屋の卵とじラーメン食べてみたいです。卵とじラーメン初めて聞いたな。そんな美味しそうなものがあるの。こんばんは。ウニの美味しいお店もある。ウニ食べたい。ウニ食べたいな。ウニ大好き。ウニ食べたい。ウニだけ食べ続けたいな。ギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ウニ食べたい。めっちゃお寿司食べたくなった今ので。イクラ最近食べるようになったんだけど、いや、イクラずっと好きだよ。前まででも中トロがそこまでだったんだけど、最近大好き。だから何でも好き、もうお寿司は。大トロはあんまり油が多すぎると好きじゃないけど、好きです。そこまでなんか油みたいな感じがしなければ好きかな。うん、こんばんは。何でも好きだよ本当に。お寿司は今ホタテが食べたい。ホタテ大好き。縁側好き。うん、いいね。縁側いいよね。今ホタテが食べたいです。とっても。お刺身のホタテ好き。めっちゃわかりますね。お刺身のホタテってなんであんな美味しいんだろうね。めちゃめちゃ好きなんだけど。こんばんは。カツオ、うん、素敵。いいね、カツオ。いいな、食べたい。カツオのたたきとかさ、もう独り占めしたいもんね。なんかカツオのたたきはお家で結構、まあ、めっちゃ食べるわけじゃないんだけど、まあ、食べなくはないぐらいの頻度で食べるんですけど、
そう、全然一人でこれ食べれるんだけどなって思いながら食べてる。そう、4人、家族4人で食べる分を、あ、これ一人でもいけるなって思っちゃいますね、いつも。美味しすぎて。それと白米でお腹いっぱいになりたい、食べたい。本当に一人で食べきってそう。いや、いけると思う。お刺身があれば、白米なんてめっちゃ本気出せばマジで食べれそう。4杯5杯ぐらいいけそうですよね。いや、生かしてほしいな。こんばんは。白米食べるの、食べない時の方がまだ多いけど、食べる時も食べますよ。でもあんまりなんかご飯まず炊かれないのと、炊いてあったとしてもなんか麦ご飯とかが多いんですよ。じゃ、白米が好きなの。だから白米の時だけ食べるって感じ。そう、毎回の夜ご飯とか朝ごはんとかお昼ごはんとか、お昼ごはんであんまご飯食べないけど、まあ、白米、お茶碗使わないです。おかずとサラダとかだけです、ね、私は。そう、食べたい人は勝手に食べてっていうスタイルなので、私は食べないですよっていうだけ。私もいつもサラダとおかずと味噌汁、そういう感じですね。麦ご飯って美味しいの。柚子好きじゃない。多分なんか食感があるものが好きじゃないんだろうね。その白米は白米みたいなさ、なんか、まあ、五目ご飯とかは別として、そう、なんか白米は好きなんだけど、やっぱさ、何かが混ざってたりすると多分好きじゃない。こんばんは。味噌汁は赤味噌。うん、赤味噌の味噌汁が一番好き。一番味噌汁食べてるって気持ちになるか。なんかさ、そのリハ期間とかでもさ、結構なんかお湯入れたらすぐできるやつ、インスタントっていうのもうなんか置いてあったりするんだけどさ、そう、そういうのも結構飲むけど、やっぱ赤だしが一番好き。味濃いのが好きだからかな。やっぱ合わせ味噌とかもさ、まあ別に良さが全く分かんないとかじゃないんだけどさ、好きだけど赤味噌が一番好き。美味しいよね。おごかまえとかもダメ。うん、苦手です。なんかそういう健康食品みたいなのがまずそもそも好きじゃないか。なんかあと、なんて言うんだろう、ヨーグルトとかスムージーとか、なんかアサイとかも無理だし、フルーツとかも別にだし、あとなんだろう、健康に良さそうなものは基本あんまり。やっぱカロリー高いものがね、美味しいんですよ結局。そう、カロリー高い方が美味しいんです、この世の食べ物は。こんばんは。あー、ハンバーガーとか食べたい。ハンバーグも食べたいけど、ハンバーガー食べたい。
アサイー再ブーム来てるから今気になってる。アサイーなんか世の人間みんな好きよな。アサイー無理だな。そうだ、月見バーガー食べてないんだよね。あれ食べて以来食べてないの。あのケンタッキーの月見のあれなんだっけ、ツイスターは食べたんだけど、そっからね食べてない。でもなんか食べるの下手、なんか卵とさ、メインの卵となんかツイスターの生地が離れ離れになっちゃって、そう結局なんか一緒に食べれなかったんだよね。そう離れ離れになっちゃった。なんか別で食べました。なんか落っこちてきて卵だけが、普通に食べてただけなんだけど、なんか卵が落っこちてきて、なんか一緒に食べれなかった。残念。なんか毎年さ月見増えてるよね。なんか最近牛丼屋さんとかでもさ月見ない？牛丼屋さんとか、あとなんだろう、いろいろあるよね。ほんと月見、月夜の月見牛丼食べました。美味しそう。えずびっくりドンキーのさ月見のさあのポテトが食べたい。びっくりドンキーのポテトってめっちゃ美味しいんだよ、知ってる？びっくりドンキーのポテトだけ食べたい時ある。なんかハンバーグも食べたいんだけど、なんかポテト食べたいみたいな。コメダにも月見あるやんってびっくりした。コメダの月見はね、誰かが食べてたな。坂本マリンだわ。坂本マリンがこの間食べてた。一緒にコメダ行ったんだけど食べてました。ポテト食べたい。びっくりドンキー今まで一回も行ったことない。嘘、行くべきだよ本当に。めっちゃ美味しいんだから。一緒に行ってたんや。うん、私と中村泉と坂本真凛と佐藤かほで行った8期半分。なんか泉ちゃんがなんか泉なんか最近コメダ食べたいねんとか言い出して、前日にね、そうコメダ行きたいねんなみたいな言うから、じゃあ行くみたいな、明日一緒の時間帯の仕事だからって言って行きました。行きたいねんなーって泉行きたいねんみたいな、そうそうそう言ってた。似てる似てる。そう泉ちゃんこういうこといつも言ってる。もうなんか半年くらい食べてないとか言って、絶対嘘なんよそれは。半年は絶対に持ってるんだけど、そうなんかそうもうずっと食べてないとか言って。でもなんか泉ちゃんはよくなんか行きたいねんなって行くとか言うんだけど、本当に行きたいのかが絶妙に分かんなくて、次の日もちゃんと確認しました。え、本当に行くって聞いたら、え、行かないのって言われます。そう泉ちゃんはその行きたいねんなで誘ってると思ってるんだけど、私はただの独り言みたいな、なんかあ食べたいんだなぐらいにしか思ってなかったんだけど、そう行くのって聞いたら、行かないのって言われた。そう本当に行くって聞いたら、行くよって
そう、むずいっしょ。こんばんは。もう明日が30日か。月刊エンタメさん明日発売なんだね。なんかあっという間、告知されてからがだいぶ前に撮影したはずなのに、いざなんか発売されるってなると緊張しますね。なんか私もでも本当に見てないので、皆さんと同じタイミングで見るか、なんなら皆さんより遅いかもしれないけど、見るのは楽しみですね。何載せようかな、オフショット、どこで何載せようかな。そう、まだ見てない。し、昨日もね、すごいなんかまた出てるって思って、サイン会のやつも届くし楽しみたくさんね。そうだよ、オンライン特典会のものたちがきっと届くであろう。届くであろう。50分終わろうかな、そろそろ。ありがとうございました。ありがとう。また明日、明日は明日もか、明日もリハーサル頑張りたいと思います。また明日、おやすみ。ありがとうございました。また明日ね、バイバイ、おやすみなさい。